アルボアはフランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ジュラ圏のコミューン。キュイザンス川アルボアは典型的なルブルモン地方の風景を持っている。平野はむしろ一区画が中規模の穀物型農業が占めている。丘のふもとは主に落農用の小さな池垣に囲まれた牧草地となっている。同じ地域でブドウも栽培されている。丘の斜面の残りは 小区画のブドウ畑が占め、いくつかの牧草地が点在する。丘陵の頂上と高原は森に覆われている。ルブルモン地方の一部であり、ジュラ最初の高原地帯であるアルボアをキュイザンス川が横切る。アルボアの猛国がキュイザンス川の水源である。ジュラ高原最初の丘陵地帯は、ブドウ畑に捧げられており、高原のてっぺんや太陽の恩恵を受ける谷の斜面は、 森で覆われている。街はドル、ブザンソン、ロンイコールルイコールソから車で40分である。10分で TGV 路線が停車するムシャール駅が見つかる。鉄道で1時間30分でジュネーブへ1時間45分でリヨンへ着く。テル・フランシュ・コンテの路線はアルボア駅を利用する。アルボア空港は利用制限付き滑走路を持つ。アルボアは 極度に寒くならない冬と温帯性の暖かい夏が特徴の大陸性気候の恩恵を受けている。降水量は比較的多い。ブドウ畑が証明しているように、ルエ川とドゥー川はかなり遠く離れているので冬に発生する霧の広がりは制限されるし、小川川であるキュイザンス川の影響は小さい。アルゴアの町の起源は古代に遡るが、 時代を確定するのは困難である。しかし、アルボアで生産されるワインが、ローマ人たちに知られていたことは証明されている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、 2006年以降 i NSEE。アルボアのシンボルは、紋章にも描かれているペリカンで、ピエテと呼ばれている。くちばしで、自らの心臓を突き刺し、滴る血をひなたちに飲ませているのである。これはキリストを象徴する。アルボアの美優祭りで演奏する、ブラスバンドは、シンボルにちなんで、ペリカンと呼ばれている。ありがとうございます。